はい、どうも皆さん、こんにちは。いつおです。今回はモッド紹介ということで、ゴッズウェポンズ、神々の武器ってことかな。で、まあいろいろ種類そこまでは多くないけど、武器が追加されるモッドで、まあレシピブックっていうのがあって、レシピはまあ全部書いてあるので、今回はまあ省略します。リング 1.9 だから、あのオフハンドがあるからなんかつくみたいだね。オフハンドに持ったら、これは飛躍力上昇かな。ライトリング、あ、暗視か。なるほど。じゃあ水の中とかも見えやすくなるのかな。ダークリングって何？お、すげえ、透明化がつくみたいな。まあこれオフハンドに持ってるから見えるけど。ファイヤーリング、これ火炎耐性だね。火炎耐性がつくと。ディフェンスリング、防御かな、ダメージ軽減、耐性か。耐性がまあつくんだね、持ってる間ずっと。次パワーリング、攻撃力上昇。スピードリング、おお、移動速度上昇がつくと。ウォーターリング、水中呼吸が、これ持っといたら水の中でも息ができると。まあ、ここら辺多分全部素材だから、この剣からと利き手に持った時 1.6 攻撃速、攻撃速度を、んで攻撃力15、暗視3、飛躍力上昇3、水中呼吸3、移動速度上昇する、上昇する。やばい。神じゃん。神の武器だけはあるね。村人は多分ワンパンじゃ死なないはずだよね。まあでも、15だからな。ゾンビも。そうだね。なかなかまあ、15ってことは、大抵のモブは2発あれば死ぬかな。次はこのハンマー行こう。ハンマーオブストーム、70攻撃力で何がつく。飛躍力上昇、移動速度上昇、耐性2、結構他の効果が結構つくね。70ってことはさ、だよね。大抵のモブはワンパンかな。なるほどね。お、え、ちょっと待って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 、右クリックでなんか雷が落とせる。すげえ、狙ったとこに雷が。ダイヤモンドハンマー、これは何もつかないけど20攻撃力、まあさっきのハンマーのちょっと介護感みたいな感じかな。別に右クリックしても何が出るというわけではない。ただ20だったらまあちょうど、敵ちょうどワンパンぐらいかな、ゾンビとかだったら。えい、そうだね、多分そんぐらい。もう欠けてるように見えるんだけど。移動速度低下、アンデッド特攻とノックバックがめっちゃ高いな。 1.6 攻撃速度いこうか。えい、わっ、吹っ飛ぶな。アンデッド特攻だから、ただ移動速度が厳しい。これは全然多分進んでないよ。次このちょっと細々とした剣、さっきと比べたら、あれ、これは何もつかないけど、アンデッド特攻ちょっとついてるのかな。ただノックバックとかはついてない、さっきの剣みたいに。で攻撃力が若干低い。これやばそう。うおー、なんだ、火属性とノックバック、飛躍力、移動速度、火炎耐性。いやー、なかなかやばいんじゃない。ノックバック高いってやっぱやばいよね。おお、強い。次火属性だけかな。で攻撃力が10、
一癖ちょっと分かりにくいな。こっちの方を切るか。えい。弓フレイム、ノックバックパンチ、射撃でも演じそうか。強いねこれは。これは強いわ。ゾンビとかでも多分ワンパンじゃない。あ、ワンパンではない。ここら辺は多分剣の素材かな。このなんか種類が違うのかな。とりあえず全部出してみて、よし、これからいくか。チェストプレート、えい、なんかついてるね。攻撃力上昇、耐性2、火炎耐性、おお。プラス7ってどんぐらいだ。おお、まあ、防具のゲージが 3.5 ぐらい。で次、これは足もあるね、同じ名前のやつが。4と7。さっき耐性とかはつかないね、さっきみたいに。最後この足やばいよね、絶対。なんか移動速度上昇、水中歩行もある。痛い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 、いや早っ移動速度早っ。いや早いな、これは相当早いな。よし、ということで戦うか。ちょっとオフハンドにはパワーリングで、武器はハンマーオブストーム、ニークイックでやるやつだね。で、あ、これ強いけどな、相当相当ってかめちゃめちゃ強いけどな。よし、じゃあウィザー出すぞ。ちょっと足速すぎて、おおお、よしやるぞこの足の速さだったら勝てるんじゃないか。長い長い、おう、おい、どこ行く。ちょっと待て待て待て、逃げるんじゃねえ。当たった、まあ、ワンパンでそんな。あ、これいけんな。ほらほら、痛い、ちょっと痛い。いや、地面に込むのはやめろ。雷使えんじゃん。1が分かんない。ここら辺、ここら辺ここら辺に雷を落とせばめっちゃ入る。えい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 、あ、倒しちゃった。あ、そうか、攻撃力70だもんな攻撃力忘れてたわ。このハンマーが強いね。右クリックで雷っていうのも強いし、でリングとかも普通に使い分けていったら、状況によって使い分けていったらだいぶ強いよね。ということで、神々の武器モッドでした。さようなら。ご視聴ありがとうございました。更新された動画を素早く簡単に見たい方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方は動画の左下のチャンネル登録ボタンから、スマートフォンの方は動画の右下のチャンネル登録ボタンからお願いします。また、この動画を面白いと思ってくださったことは、高評価をぜひよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。